アポロ13、アポロ13、アポロ13は1995年のアメリカ映画の一つである。上映時間約140分。アポロ13号爆発事故の実話に基づく作品である。第68回アカデミー賞において編集賞、音響賞の2部門で受賞した。この映画、アポロ13はジムラベルのノンフィクションロストムーンを原作としている。 以下の記述は、基本的には、映画で描かれた内容、その DVD 等に特典として収録されていた、インタビューや、テキストなどを元とする。アポロ13号への登場が予定されている、ジムラベル船長、トム・ハンクスとフレッド・ヘイズが着陸船パイロット、ビル・パクストン、ケン・マッティングリー司令船パイロット、ゲイリシニーズの3名の宇宙飛行士は、史上3度目の月面着陸を目指し、 打ち上げの日まで訓練を重ねていた。ジムの妻マリリンは13号という不吉な数字に不安を感じていたが、ジムは気にしていなかった。しかし打ち上げ2日前になって、予備チームの1人が風疹にかかり、交代を持っていない県は感染。発症の可能性があるとして、NASA から登場県を取り消されてしまう。ひどく落胆する県とは対照的に、 大役として突然月行きが舞い込んだ予備チームの司令船パイロットのジャックス・ワイガーとケビン・ベイコン反旗する。家族たちも見守る中、1970年4月11日13時13分、アポロ13号はサターン V ロケットで発射。古希あるエンジンのうち1機が停止したものの作戦に影響はなく、打ち上げは無事に成功した。続いて月着陸船、レーム。 通称、アクエリアスとのドッキングも、シミュレーターでは失敗が多かったジャックだが、ここは無事に成功させる。予定通りの軌道に乗ったアポロ13号は月までの道中、テレビ中継用の更新などのスケジュールをこなしながら、航行してゆく。しかしこの更新は、どこのテレビ局にも取り上げられず、放送されることはなかった。 世間は三度目となった月着陸に対してすでに飽きており、クルーの情熱とは裏腹に対して注目されていなかったのである。4月13日22時、アポロ13号は地球から約32万キロの地点に到達し、月までもう少しのところまで迫った頃、ヒューストンの管制室はジャックに機械船の液体酸素タンクを攪拌するよう指示を出。ところが、 ジャックが核反スイッチを入れた途端に大きな爆発音がし、機体は激しく揺れる。大量の警告ランプが鳴り、酸素残量のケーキがみるみる間に減っていく。ケーキの故障も疑われたが、ジムが窓から空気の流出を肉眼で確認。まだ月面着陸を諦めていなかった一同だったが、事態の深刻さを把握したヒューストンは、酸素の流出を止めるために、 燃料電池の反応バルブを閉じるように指示。それは月面着陸が不可能になることを意味していた。しかし目論みは外れて流出は止まらなかった。すでに大半の電力を失った司令船は地球への再突入用の電力を残すために電源をシャットダウンすることになる。そうなると地球までのキロは月着陸船で向かうことになるが、 その誘導プログラムを着陸船に移さなければ、アポロ13号は宇宙で完全に迷子になってしまうのだ。しかも、通常3時間かかる着陸船の起動作業を、司令船の酸素残量である15分以内に行わなわなければならなかった。間もなく、何とか作業を完了したクルーは司令船の電源を落としたが、一度落とした電源が、極寒の影響などで再起動できる保証はなかった。 NASA では主席管制官のジーン・クランツが専門家から各部の設計者や作業員まで全ての関係者を招集し対策を練っていた。議論の結果、アポロ13号は月の周りを一周し、その勢いを利用して地球に帰還する自由帰還軌道を取ることが決まる。アポロ13号が月を周回する際、クルーは自分たちが降りる予定だった月面を眺めながら、 思いを馳せながらも地球への帰還、家族の待つ家への帰宅を誓う。その地球では、この緊急事態にマスコミが手のひらを介して大注目。一方ジムの家では、妻のマリリンが子供たちに事故の事実を気丈に伝えるも、一人になると不安で涙していた。現在の消費電力60アンペアでは、大気圏に突入する前に月着陸船の電池が、 冷上がることが判明する。管制官のジョン・アーロンの主張で、電池を温存するために、生命維持に直結しない機器はすべて電源を切ることになる。暖房も停止するため船内は摂氏一度まで冷え込み、フレッドは寒さと脱水が原因で体調を崩し、発熱までしてしまう。品種の宇宙船に、試練はまだまだ続く。二人乗りの月着陸船に三人が避難したせいで、 空調設備の二酸化炭素吸収フィルターの露化が追いつかず、このままでは船内の二酸化炭素濃度が中毒しにるまで上昇してしまうのである。指令船の空調設備には新品のフィルターがあるが、月着陸船のそれとは形状が異なり、月着陸船の空調設備にはまらない。そこで、ヒューストンの担当者は、月着陸船の空調設備と指令船のフィルターをつなぐ。 アダプタを考案し、乗組員の3人に無線での口頭説明で作成させると、二酸化炭素濃度は安全レベルにまで落ちていった。しかし安堵したのもつかの間、宇宙船が正しい軌道を外れつつあることがわかる。軌道修正のために本来は月への離着陸のために、ある月着陸船のブースター噴射を利用することになるが、電力を消費する誘導コンピュータや、 自動操縦装置を使用できない状況のため、3人は手動操作での姿勢制御と軌道修正に挑戦、見事成功させる。4月17日、アポロ13号は地球に再接近するが、大気圏再突入を目前に控えてもまだ、システム再軌道のプランが上がってきていない。再突入のための電力残量が不足していて、ケント、アーロンたちがシミュレーターにこもり、 司令線再起動に際しての作業手順を省くなど、あらゆる工夫を試しているのだが、誘導プログラムや更新装置、スラスターやパラシュート作動のモーターなど、どうしても必要最低限のものがあり、どんな手順で行っても4アンペア足りないのである。行き詰まった末、県は司令線から月着陸船へ電力を供給している電線を逆流させ、逆に月着陸船の電力を司令線に移す案を、 発見する。司令船のコンピューターは長時間シャットダウンした状態で凍りついていたため再起動しない可能性もあり、また結露によりショートする恐れもあったが、県の指揮のもと令船をオブじに再起動させる。不要になった機械船を投棄すると、クルーは観測窓から機械船の液体酸素タンクとその区画一体が吹き飛び、内部構造が露出しているのを目撃する。 酸素タンクの爆発が船体の広範囲を損壊させた可能性もあり、もし司令船の耐熱シールドにも傷がついていたら、司令船は大気圏再突入時に崩壊し、乗組員もろとも燃え尽きてしまうのだ。さらに地球に接近するとクルーは司令船に移り、今度は月着陸船を切り離す。爆発から今日まで救命ボートとして命を繋いでくれた。 着陸船を考え深く見送るのであった。いよいよ大気圏突入が迫るが、運の悪いことに着水海域にはハリケーンが迫っており、またスラスターやパラシュートが凍結している恐れ、シールドにひびがある可能性など、不安要素は山積みであった。さらに、侵入角度が浅くなってきてることも判明したが、これらの問題の全てには、もはや対処の手段がなく、ここまで、 英知の限りを尽くして、困難を克服してきた彼ら、あとは幸運を祈ることしかできないのだ。まもなく、司令船は超高速で大気圏に再突入し、接取数万度の会員に包まれ、ヒューストンとの更新も途絶する。ヒューストンは無線で司令船に呼びかける。だが、更新復帰予定の3分を経っても応答はない。4分が経過し、誰もが最悪の事態を覚悟したとき、 青空にオレンジ色のパラシュートが花開き、指令船が応答する。アポロ13号が地球に帰ってきたのだった。劇中では様々な不測の事態が発生するが、ここでは順を追って説明していく。アポロ13号の項にある通り、この事故は後に輝かしい失敗、サクセスフルフェイリアーと呼ばれるようになった。ヒューストン、ウィーハブ、 A problem や failure is not an option に代表されるセリフ、主席飛行管制官であるジーン・クランツと各管制官との回し、キャッチボールなど、劇中では事実を忠実に再現しているシーンが、すーく見られる。使われているニュース映像や、さらには、初の独身宇宙飛行士であったジャックス・スワイガートをネタにアポロ計画をからかうテレビ番組、ビック・キャベット・ショー。 全本物である。また、宇宙船内の機器パネルや管制センターの作り込みは、秀逸で演技指導のナサオビーがセットから出ようとするとき、本物のエレベーターを探そうとして迷ったというエピソードもある。アポロ13号を宇宙に打ち上げるサターン V ロケットの発射シーンや隠しモジュール切り離しシーンなどは、本物のような映像を当時の最先端 CG と精密模型によって、 再現しており、死者を見た、当時の一部の関係者らが、本物の記録映像と間違えたほどである。CG 制作の模様は、NHK スペシャル、新、電子立国や、世界丸見え、テレビ特装部でも取り上げられた。無重力状態のシーンは、映画史上初めて航空機を使った、実際の無重力状態で撮影されている。この航空機は、元空中給油機だった。 KC-135A を NASA が無重力訓練用に改造したもので、通称オート水星。1回のフライトで125秒間の無重力状態が得られるが、撮影のために600回近く飛行した。当作品では地上のセット、すなわち通常の重力下で撮影したカットと巧妙に混ぜ合わせて編集されている。ラストシーンでトム・ハンクス演じる。 ラベル船長が握手する教習揚陸艦、伊王島、創作ヘリコプター隊の母艦の艦長役は、原作者、ラベル船長本人である。ラベル船長の妻マリリンがシャワーを浴びている際に、指輪を落とすシーンは、誇張であると批判を浴びたようだが、こちらは事実とのことである。ザ・ビートルズのアルバム、レッド・イット・ビーを4月に、ラベルの娘バーバラが持っているシーンがあるが、 このアルバムが発売されたのは翌月のことであるイギリスでは5月8日、アメリカでは5月18日ので、このシーンは実際にはありえないことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。